こんなことになるなんて。なぜみんなに本当のことを言わないんだ。あんたが火を出したせいでマリが死んだってことをさ。冗談じゃないよ。過失致死なんかで少年刑務所送りになりたかないね。ホナリザ、私が黙ってたって達はあんたが噛んでたってことをきっと突き止める。自首するんだ。大きなお世話だ。このままじゃマリも浮かばれないよ。あんたとの対マン今度こそ受けて立つよ。たとえ死んでも恨みっこなしだよ。ああ生き残った方がくたばったやつの骨壺を蹴飛ばすまでさ。Thank you.